どうも、キーツピーでゲームです。おしゃしゃ、空白、スーパースパスパ。忘れろ、その技は。というわけでですね、今回、マズラビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでいます。うわぁ、こんにちは。よろしくお願いします。ミスター関、ちょっと緊張すんな。最近震えてんな。今回の都市伝説は、歴史の一部が改ざんされて、現在は西暦1722年という、ファントムタイム仮説という陰謀論が存在するので。というわけでですね、今回そのファントムタイム仮説について触れていきたいと思います。もう2019年もう11月となって終わりを迎えるんだけれども、実はこの西暦が全く正しくないという説があるのね。ある科学者によれば、中世ヨーロッパの297年間の歴史が全て水増し捏造であると指摘してるのよ。ほー、贅沢ってことね。好きやの牛丼かお前。ドイツの歴史学者ヘルベルト・イリグという人によると、ヨーロッパ中世の西暦614年から911年までの297年間は後から水増しされたものであって、本来存在しないものであると指摘してるね。そしてこの説によれば、現在の西暦はなんと1722年ということになって、日本でいうところの享保7年、徳川吉宗が生きてた時代なのよ。東京2020じゃないの。芸人かお前。この驚くべき説がファントムタイム仮説と名付けられていて、1991年に出版された自分の書籍で提唱してるのね。では一体誰がわざわざそんなことを企んで実行に移したのか。彼によれば、犯人はローマ教皇のシルベステル2世、神聖ローマ皇帝オットー3世、東ローマ帝国の皇帝コンスタンティノス7世が年代数を大幅に加算したと言ってるのね。しかし年代を改変して、一体何の毒が彼らにあったのか。その主な理由は、オットー3世が歴史的に節目となる年である西暦999年と西暦1000年、いわゆるミレニアムの区切りにこの世に君臨することを意図して歴史を改ざんしたということなのよ。左耳コミュニケーションか。つまりオットー3世がミレニアムの皇帝として自身を神格化して、後世にも輝かしい栄誉を残したかったからということなんだよ。まあ、ということは2030年氷河期の到来、我々にとってはどうでもいいことなのです。このチャンネル終わるだろ。つまりオットー3世は本来は西暦638年から705年頃の人物ということになるのね。そして1582年にヨーロッパではユリウス暦から現在の西暦であるグレゴリウス暦に切り替えられて、その年の10日間が切り詰められたという経緯があるんだけれども、1582年に計算したのであれば、ギャップは13日になるはずだというふうにイリグさんは指摘してる。それギャップもになると。ギャップないだろ。そしてオットー3世はこの歴史の大改ざんに際して、あらゆる記録書の年代が辻褄の合うように書き直したらしいのね。まさにこれは歴史的な陰謀論なのよ。そしてこの仮説の根拠として、西暦614年から911年頃に作られたと言われている美術品や工芸品の数が少ないことや、それ以前やそれ以後については多くの文献があるにもかかわらず、文献資料がほとんど存在しないなど、かなり怪しい点があることがきっかけだったらしいよ。つまりこの西暦614年から911年頃にあったとされる東ローマ帝国とイスラム王朝勢が戦ったアラブ東ローマ戦争や、ローマ教皇の承認の下で成立したフランク王国のカロリング朝などの歴史が全て丸ごと創作されたということになって、あのカール大帝という人物もフィクションの人物だということになるのよ。でも日本はその時テロ作ってたよね。本気だなお前。まあこの説というのは歴史学者からすれば大批判を食らってるんだけども、もし本当だとすれば、ノストラダムスの大予言の1999年人類滅亡説に関してはまだ先の話ということになって、人類が滅亡するのはあと200年後で、今起きている地球規模の環境の変化はその着実な兆しなのかもしれないってことだ。ああ、ってことは2040年 AI が人間を超えるでしょ。これっていうのを我々にとってはどうでもいいことだよ。もうやめたわよ、また。